中東、北、アフリカ、コーカサス、中央アジア、インドのドムは、インドアーリア系民族である。ドムは、昔からの言い伝えを持ち、彼らの文化及び歴史を、音楽、詩、踊りによって表現する。当初は、ドムはロマから分岐した集団であると考えられていたが、ドマリゴの近年の研究は彼らが、インドは大陸からより早くに出発したことを示唆している。 世界的に使われているジップシーの辞書はラムであった。これはロマ語で人間を意味する。ロマやドム、ロムなどの単語は6世紀に分かれたロマ人を表現するために使われていた。複数の部族が西ヨーロッパに移動しロマと呼ばれたがペルシャやトルコに残った者たちはドムと呼ばれた。様々なドムの集団の中でガワジーが踊りや音楽によって最も著名である。 ガワジーの踊り子はエジプトでのラクシシャルキー様式の発展と結びついており、これは最終的には西洋のベリーダンスへとつながっている。推定220万人の大半がトルコ、エジプト、イランに居住しており、アフガニスタンとイラクにもかなりの数がいる。少数がリビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、ヨルダン、シリア、その他の中東諸国に居住している。 一部のドムは国勢調査から除外されたり、その他はドム以外に自分自身を分類したりしているため、実際の人口は不明である。今日、彼らは居住地域の多数派の主流言語を話すが、止まり後もより排他的なコミュニティでは話され続けている。イラン人やアフガン人は彼らをガーバティあるいは小ライと呼ぶ。イラン南東部のバルーチ地方で見られるドムの集団はローリである。 ドムはパキスタンが実効支配するギルギット・バルティスタン州やチトラル、スワート・コイスタン、ラダック地域にも少数が居住している。ギルギットではドムは同じく音楽家、カジアであり、同様の単純労働を行うカメーンやマンズと一体となっている。ヨルダンにはドムの大きな集団が存在する。研究者らは彼らが真のアイデンティティを明らかにすると、 アラブ社会に受け入れられないため、彼らは自らの民族としての独自性を隠すことによってアラブ民族主義に適応していると主張している。ありがとうございます。